アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。今日はですね、最近気になっていたものをまとめて買ってみましたので、そちらを紹介していこうと思います。秋コスメも本格的に立ち上がりということで、プチプラもね、結構新作出てきてますよね。というわけで、予約購入したセザンヌのアイテムから紹介していこうと思います。まずこちらですね、シングルカラーアイシャドウの05番と06番です。まあ、セザンヌのシングルアイシャドウといえば、前回出たね4色がすごく良くって、本当にヘビロテしまくったアイテムなんですが、まあ、それのね待望の新色ということだったので、2色とも購入してみました。05番がピュアラベンダーということで、赤ラメと青ラメが入ったラベンダーです。で、透明感がアップするようなカラーなんですけれども、とてもシアーなので涙袋とかに入れるのにもいいようです。で、おこな質はね、前回と変わらずすごくいいです。しっとりしてるんですが、もろもろっと取れたりせずに、指でもね均一につけることができます。目元のこうくすみを飛ばして明るさを出してくれるようなお色です。そしてこちらが06番ですね、オレンジブラウン、肌なじみがいいオレンジブラウンなんですが、こちらもすごくツヤがあるので、しっかり見たままのねカラーを楽しめるような仕上がりです。ほら、すごいツヤ感なの分かりますか。で、今日はね無理やりこの2色でメイクしてます。なんかこれから使うときは多分別々の組み合わせで使うと思うんですけど、一応今日はこの辺りですね、ハイライトカラーとしてこの05番を入れてやって、それから下まぶた目頭も05番使ってます。そして際、それからアイホール全体目尻側ですね、こちらに06番を使っています。で、05と06でちょっとグラデになるようにして、そのまま下まぶたにも入れています。せっかく新色だったのでこの2色で仕上げたんですが、まあ、例えばこの辺りですね、02と05とか03と06とかですね、この辺りの既存色とも相性いいと思います。既存色と合わせてスウォッチ取ってみました。こちらから01、02、03、04、05、06番です。まあ、もちろんこれだけでもがっつりメイクすることできるんですが、まあ、普段例えばデパコスをメインで使っていて、あんまりこういうプチプラのアイシャドウだけで仕上げないっていう人であれば、まあ、01番、04番、それから今回の新色の05番ですね、このあたりのカラーなんかは持っておくと手持ちのパレットとかとも合わせやすいと思います。次、同時に出たチークですね、セザンヌナチュラルチーク N の18番です。で、これは新色なんですけど、なんとねチークも2色出てたみたいです。私はAmazon で予約購入したんですけど、なんかおすすめにこちらのカラーだけ出てたので、こっちだけ購入しました。これもね今日つけてみてます。で、お色はね、18番は結構ブラウン目があるお色かなと思います。ラメもパールも入ってないんですけど、ブラシでつけてやるとほんのりツヤというか、まあ、肌表面が滑らかなように見せてくれるチークかなと思いました。ただね、私最近のプチプラってすごく優秀になってるなとは思うんですが、実はねチークはちょっと苦手なんですよね。なぜかというと、結構ブラシいろいろ変えてみるんですが、やっぱりねちょっと色がこうボンって乗っちゃうんですよね。これをねうまくぼかそうとすると、私の場合下にコンシーラーとかたくさん仕込んでるので、それがちょっとハゲちゃったりするので、まあ、セザンヌのチークね、今までもアットコスメの1位縛りとかで何度か使ってきたんですが、実はそこまで得意じゃなかったりします。ただ今まで使った色の中では一番肌なじみがいいカラーなので、ちょっとムラになってもそんなに目立たなくて、まだ使いやすい方かなと思いました。まあ、なのでね、普段このチーク使い慣れてる人には全然使えるお色だと思います。まあ、私は普段チーク使う時にこれくらいのサイズのブラシ使ってるんですけど、こういう発色いいなと感じるプチプラ系のチークを入れる時はもっと小さいサイズですね。特にどれっていうのは決めてないんですけど、例えばこれくらいのサイズとか、なんかこういうのでちょこちょこっとね一番色濃くしたい部分にのせて、ブラシを拭ってどんどん周囲にぼかしていくという付け方をしています。もしね、発色の強さが気になって持て余してる人がいたら、ぜひそういった付け方に挑戦してみてください。はい、それからね、リップですね。リップも2色出てたみたいなんですが、これもね、Amazon さんがおすすめしてきた504番だけ購入しました。こういうまんまブラウンリップっていう感じのお色ですね。まあ、これもね、違う色今まで紹介してきたんですが、まあ、非常に口紅らしい、しっかり硬さのあるね、塗り心地のリップです。手持ちにセザンヌのリップ3色あったので、全部スウォッチ
チ撮ってみました。こうやって見ると今回出た新色が結構ツヤ系なのがわかるかなと思います。この真っ赤な406番とか同じブラウンでももっと赤みのあるレンガっぽいやつですね、こちらの407番になるともうちょっとこうベタッと発色する感じかなと思います。質感としてはこの102番のローズピンクみたいなカラーですね、これにちょっと似てるかなと思いました。セザンヌのリップあんまりこう塗り比べたことなかったんですが、こうやって見ると結構色によって質感違いますね。まあ、これもねインスタライブの方でブラウンリップの全見せをやっている途中なのでまたね詳しく紹介しようと思います。インスタライブは毎週水曜日のお昼の12時15分から12時45分までの30分間毎週配信しているんですが、今はちょうどリップ特集やってますのでリップ好きな方はねぜひそちらも遊びに来てください。はい、じゃあ実はねまだ紹介したいリップあるんですけども、ちょっとプチプラをねもう先にまとめて紹介してしまおうと思います。こちらは視聴者さんがおすすめしてくださって購入してみたセザンヌのジェルアイライナーの30番ブラウンです。まあ、この前ね目の下に引くようにピンク色のキラキラのやつを買ったんですが、ブラウンも見かけたので買ってみました。でこれ最初ね粘膜埋めるように買ったんですが、つけてみるとちょっとパール入ってるんですよね。でこれを粘膜に引こうとすると、まあ、引けてると思うんですけど、やっぱりあんまり目立たないというかまつげの隙間を埋めることができなかったので、もう普通に目の際に締め色代わりに入れるように使っています。でこれね何回か使ってみたんですけど、すごいスルスルっと伸びてくれるんですが、そんなにこう減りが早くないというか、他のジェルタイプのアイライナーってまずね繰り出したら戻せなかったりとか、あと芯すごく細いんですけどジェルで柔らかいからこうポロってね取れるような感じに折れちゃうことが多いんですよね。でもセザンヌは今のところそれがなくってきちっと使い切れそうっていう面でいいかなと思いました。これ詳しくカラー展開わかんないんですが、個人的にはマットタイプのダークブラウンがあるといいなと思いました。で塗った後ほらこすっても落ちないので結構持ちもいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあセザンヌ続くんですけど、ちょっと面白そうなもの見つけたので買ってみました。二重強調ライナーです。私ね、まあ、二重の目ではあるんですけど、やっぱり加齢とともにこうまぶたが落ちてきてちょっと二重の幅がしっかり出ない日とかあるんですよね。なんかそういう日にちゃんとここにラインあるよって強調できるアイテムがあるといいなと思って買ってみました。まあ、こう見た目普通のアイライナーみたいな感じで、キャップ開けるとこういう筆になってて中リキッドなんですよね。すごく薄いんですが、まあ、これのおかげで明らかに線を引きましたよっていう感じにはならずに二重線を強調することができます。で箱の裏にちゃんと使い方書いてくれてるんですが、この二重の線をなぞってちょっと長めにピッて書き足したりとか、あと涙袋の影ですね、こういうのを書くこともできます。だからこういうことですよね、スッて書き足してやるといいよっていうアイテムだと思います。書いてるか書いてないかわからないくらいなのがポイントだと思うんですよね。ただこれ方向間違わないようにしないと手元狂うとねすごい不自然な二重になるかなと思います。であとは私はあまりこう書くことないんですけど、涙袋の影ですね。なんかよくペンシルとかで書いてこうピピってね綿棒とかでぼかしてるのを見たりするんですけど、まあ、それをもっと簡単に自然にできるものなんじゃないかなと思います。こういうのってある程度の距離で見ないと分かんないので、この至近距離で自分で見てると左右のバランスとかがどうなってるのか分かんないんですが、私はね涙袋のとこは入れると不自然というかあんまり上手に入れられた試しがないんですよね。まあ、そういうメイクするのが好きな人にはいいと思います。でこれプラスでねリキッドのアイブロウとして使えるんですよ。個人的にはこれがすごくいいなと思いました。そんなに濃すぎないのでちょこっとこう書き足したり、消えたら困るなっていうところに仕込んでおいたりするのに便利だと思います。まあ、二重のラインにしても涙袋の影にしても手持ちのアイテム使うと濃すぎて不自然になっちゃうっていう人はねすごく薄付きでいいんじゃないかなと思います。はい、セザンヌばっかり続いて申し訳ないんですが、最後もう一つだけ、こちらカールキープタイプのマスカラ下地です。でブラシねこういう非常に使いやすい形状になっていて、お色がね若干ネイビーっぽい色になっています。
でこれもねプチプラなのに水汗涙皮脂に強いマルチプルーフタイプで、しかもお湯で簡単にオフできるということです。もう私ねまつげの悩みといえばもうとにかくカールキープなんですよ。特にこっちのまつげですね、こっちがカールさせにくい上にカールしてもすぐに落ちてくる、なぜか直毛タイプになっているので、もうこっちのカールをしっかりキープしてくれるものを今すごく探してます。でマスカラに関しては私プチプラすごく優秀だと思っているので、手始めにねプチプラ系から見かけたやつどんどん試していってるんですが、まあ、セザンヌにもね良さそうなのがあったので買ってみました。今メイクして3時間くらいかな、まあ、今のところカールキープはしてくれてるかなという気はします。ちょっと怪しいけど、まあね持ち具合検証しようと思います。はい、意外とねセザンヌが長くなっちゃいましたが、次こちらも視聴者さんがコメントでおすすめしてくださったメイベリンのコンシーラーです。これね海外ではもうすでに展開されていたアイテムらしいんですけども、日本ではつい最近発売になったもので、ちょっと色数はね日本国内で買う方が少なめになっています。で私はねコメントもらってからすごい気になっていろんなとこ探してたんですけど、店頭でね置いてるところを全然見つけられなかったので、これも Amazon で購入しました。で一応ね2色買ってみました。明るい方が100番のアイボリーですね、そして濃い方が122番のサンドです。これね結構色の差あるの分かりますか？確か海外だとこの間に120番っていうのがあって、この海外の方のスウォッチ見た感じそれが一番合いそうかなと思ったんですけど、なかったのでちょっと混ぜて使おうかなと思ってこの2色を買ってみました。使い方はねすごく簡単なんですよ。こうやってポンポンってしてやるともう上がスポンジになってるので好きなだけね重ねて使うことができます。で手の甲で見ると分かると思うんですが、100番結構明るいんですよね。こっちが122番ですね。こちらになると、まあ、この夏終わりのね日焼けした手の甲で見てもちょい暗いかなっていうぐらい暗めのお色になってます。なのでやっぱり混ぜて使うのが一番使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、もしくはね Amazon とかだったら探したい120番もあるかもしれないので、まあ、その色を取り寄せて使うのもいいかもしれないんですが、まあ、私の使い方としてはやっぱりこのあざ部分カバーするので、今日ねこれでカバーしてみたんですよ。そしたらね手の甲でつけた時は結構色濃いなと思ったんですが、こういう広い面の赤みとかそういう濃い色をカバーするんだったら、まあ、122番でもいけるかなと思いました。でもしねその後濃すぎたらパウダーファンではたいたりとか、まあ、ちょっとこちらの明るい色をねポンポンと重ねて混ぜたりしてもいいと思うんですけど、濃い色って一旦ねその色を打ち消してやることが大事かなと思うので、先に混ぜずに肌の上で重ねるのであれば濃い色を先に使って濃すぎるように感じる部分に100番を重ねるようにするといいかなと思います。結構ね綺麗にカバーしてくれたんですよね。購入してね開封した時はちょっとツイッターでなんか色も合わなさそうだし思ったより難しいかなみたいなツイートをしたんですけども、実際に自分の顔で使ってみると思ったより使えるかなと思いました。まあ、肌に直接こうポンポンするねアプリケーターがもうがっつりついちゃってるので、その衛生面で気になるっていう人はもしかしたらいるかもしれないんですが、まあ、急いでる日だったらコンシーラーブラシとかスポンジ出してきてポンポンってするより、やっぱそのまま直接ね叩き込めた方が圧倒的に早いとは思うので、時短にはつながるんじゃないかなと思います。はい、じゃあコンシーラーつながりでブラシ買ってみました。こちらシューウェムラのブラシなんですが、 5R というブラシでコリンスキーのブラシです。でもしかしたらだんだんねリニューアルで化繊のものと入れ替わってるかもしれないんですけど、私が購入したのは毛質がコリンスキーのタイプです。なので結構硬さがあるんですけど、主な用途っていうところにはアイシャドウ、アイライン、コンシーラーというふうに書かれてるんですが、私はコンシーラー用に購入しました。実はねこれ使い方のレクチャーとか全然受けてなくって、ツイッターでフォロワーさんがこれをこのシューのこの前出たコンシーラーですね、これ買うときに BA さんに勧めてもらって一緒に買ったっていう風に言われてたので、なんか私も欲しくなって買ってみました。まあ、これはねこれから使ってみて別途感想を紹介しようと思うんですけど、多分私の予想ではこれ毛足長くても先端が丸いのでそんなに筋とかにならずに、しかも細かいとこピンポイントでのせたりも綺麗にできるんじゃないかなと予想しています。というわけでこちらのブラシの仕上がりはこうご期待です。はい、そしたらね次シャーロットティルブリーのアイテムです。
まあ、シャーロット・ティルブリーといえばね、最初は視聴者さんがプレゼントしてくださって、まあ、そこからねどんどんブランドの魅力にハマっていっているわけなんですが、めちゃくちゃね欲しかったアイテムがあったんですけど、色にすごく迷ってて、ようやくオーダーすることができました。こちらフローレスフィルターですね。通称女優フィルターと言われているパールの入った、まあ、下地的に使うアイテムです。どうなんだろう、厳密に下地っていうわけじゃなくって、リキッドハイライターみたいな感じでファンデーションの上から重ねている人もいるかもしれないんですが、私は全顔に使う下地の後に T ゾーンとかね、目の下のハの字の部分ですね、こういった部分に使うようにしています。でこれがね3番ですね。多分これもスウォッチで見ると3番って結構暗い色に見えると思うんですが、私は白浮きさせたくないので、あえてツヤ感だけ足すイメージで、色味自体は結構温かみのある色を選んでみました。こんな感じのアプリケーターですね。でこれをもうそのままこうスーッと鼻筋とかにのせてスポンジでぼかして使うようにしています。今日もね実は仕込んでるんですけど、そんなにこう皮脂浮きしたようなツヤ感じゃなくって、あ、いつもよりツヤの出るベース使ってるのかなぐらいの仕上がりかなと思います。で今日これのねツヤ感わかるようにハイライト入れてないんですよ。でいつもハイライト入れてるこの鼻筋、それから額、この辺りですね、そして目の下のこういった場所に使っています。こういうリキッドでパール入ってるアイテムってなんか難しい気がしてあまり使わずにいたんですけど、これはねすごい使いやすいです。結構伸ばすとしっかりピタッととどまってくれるので、まあ、そういったところが使いやすいのかなと思いました。すごいツヤツヤなの分かります。まだねこれ今厚みある方なので、実際ベースに仕込むときはもっともっと薄く仕込むようにしています。でそのままで見ると結構オレンジみ強く見えるんですが、伸ばしてやるとやっぱり光でこう反射して白っぽさが出てくるので、うん、私はやっぱりあんまり明るい色選ぶよりはこれくらいの色を選んで正解だったかなと思います。そしてシャーロット・ティルブリーのアイテムといえば、先日視聴者さんとお茶会をさせていただいた時にすごくね素敵なアイテム紹介してもらったので、私もね真似して購入しました。今日もねつけてるんですが、こちらシャーロット・ティルブリーのリップの中でもツヤがあるタイプですね。その中の限定色ピロートークです。こちら通称ムチムチリップですね。塗ると唇がムチッと仕上がるっておっしゃってて、それ聞いてすっごい欲しくなったんですよね。で今日早速つけてるんですけど、どうですか、ちょっと上唇をオーバーリップ気味につけたくなるようなリップだなと思いました。でこれくらいツヤが出るリップって柔らかくて塗りにくいイメージがあったんですが、これねこうやって唇に当ててやるとスルッと滑るんですけど、そんなに柔らかすぎないんですよね。でリップ自体もすごく細いのでとっても塗りやすいなと思いました。ちょっとこの唇の山を強調するように塗って、なおかつここにハイライト入れたいなと思います。お色こんな感じですね。で実はピロートークのリップといえば、こちらのちょっとマットなタイプですね、これも持ってるんですよ。こちらは視聴者さんがプレゼントしてくださったものです。これもアイシャドウに合わせていっぱい使ってます。ありがとうございます。こうやって見ると質感だけじゃなくてちょっと色味も違って見えるので、まあ、同じピロートークとはいえ使い分けることでメイクの印象も結構変わるかなと思います。ピロートークのコレクション本当に可愛いので、これでまた一つねアイテムが増えてすごく嬉しいです。はい、じゃあ今回の動画もめちゃくちゃ長くなったんですが、最後ですねこちらです。メゾンクリスチャンディオールの新作ですね、スパイスブレンドです。これはね発売してすぐにオンラインではこの 40mm サイズ売り切れちゃってたんですよね。で再入荷の通知希望をしていたので、そのメールが届いて即購入しました。じゃじゃん、お色はねちょっと温かみがあるようなカラーになってるんですけども、スパイシーな香り、やっぱり秋使いたくなりますよね。まずはもう早速つけたいと思います。いや実はね昨日の夜届いて寝る前にも一度つけてたんですよ。でもやっぱりこのつけた時のうわーっていう気持ちの高まり、これはねやっぱ嗅ぐたびに気分が高まりますね。スパイス×発酵した香りのラムということで、スパイスのピリッとした中にトロンとしたとろけるような甘さの香りを感じる香水なんじゃないかなと想像していたんですが、これね実は近くに取り扱い店ないので全然嗅がずに購入したんですが、割と想像していた香りに近かったのでそれもびっくりしました。香水ってね結構説明文だけ読んで買っても全然違ってたりするんですが、これはね、うん、私のイメージはいい線いってたかなと思います。
で多分シナモンだと思うんですが、私にはちょっと古くなったレザーの香りに感じるような、本当アンティークの家具屋さんとかで香ってそうな香りが出てくるんですよね。でね、これはねちょっと香りの説明してると長くなるし、実は別でね秋香水の動画撮りたいなと思ってるので、まあ、そちらで詳しくね香りの感想をお伝えしていこうと思うんですが、まあ、とにかく涼しい時期に本当ぴったりな温かみのある香りです。はい、というわけで今回は最近気になっていたアイテムを全部買ってみましたので、一つずつご紹介してみました。皆さん気になるアイテムありましたでしょうか。秋コスメ、デパコスもプチプラもいっぱい出ている時期ですので、最近これ買ったよっていうおすすめのアイテムなんかあればぜひコメント欄でシェアしていってください。今回の動画楽しんでいただけた方は高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。Thank you.